若い智和は、日本のオートレース選手。埼玉県越谷市出身。25期、川口オートレース場所属。呼び名は、燃える闘魂、若案、元気ですか、野良ジャパンとマネジメント契約を締結。若い智和は、2000年代、名実ともに、川口のエースと評される選手である。もともとは、日本小型自動車振興会に就職するつもりだったが、 理系の学生の採用がなく、その際に選手候補生採用試験のことを知り、軽い気持ちで受験したという変わった経歴の持ち主。また、自動二輪の免許もなく、オートバイに乗ったことがないまま候補生となった稀な選手でもあった。同期には長井大輔有吉達也、森勝幸がいる。1997年にデビューした25期生は1にも2にも、 森克行の話題で持ちきりであった。トップアイドルの華麗なる転身に注目が集まる中、何としても森克行を上回りたいとライバル心を燃やした。オートバイ経験がないハンデを乗り越え、やがて同期の中でもトップ級のハンドルさばきを見せるようになった。川口の主力選手に成長すると、自ら先頭に立ち川口若手勢の奮起を促し、環境づくりに励んだ。 その後の有力選手として、深谷明山田達也、青木治新党がいる。また競争者の社名からもわかるように、プロレスラーアントニオ長期の熱烈なファンとして知られる。SG、GI 戦の開会式や優勝戦の選手紹介において、元気ですかや、1、2、3、だー、のパフォーマンスを行うことで有名。喫水のギャンブル好きとしても有名で、 多い、裏は、戸田、江戸川で勝負していることが多い。選手養成所時代から努力を重ね、デビュー当時より巧みなレース運びを見せた和解は、森克幸と共に、衰退していた川口勢への若手有望株に成長する。1999年10月には、GI 秋のスピード王決定戦優勝戦において、先着選手の反則失格による七盆優勝を得たが、 優勝インタビューでも笑みはなく、実質の GI 制覇は2002年をお待つこととなる。その2002年3月、地元川口の開設50周年、記念グランプリレースが開催され、常に地元勢最重半で大概の位置に置かれるようになっていた若いは、地元エースとして多状競合を迎えた。予選道中、準決勝と堅実な勝ち上がりを見せ優ですると、優勝戦は、 最中半でさえうちに若い、その外に1月に SG スーパースターを制した池田正和、同じく3月に SG 全日本選抜を優勝し、復活を果たしたばかりの高橋三を大外に置く婦人となった。全国区の最強選手陣への挑戦は、コースタートを見せた若いが、早めに、軽半で勢を裁き首位に立つと、猛追する高橋を寄せ付けずそのまま優勝を飾った。 全国区競合に名を連ねる会心の優勝だった。翌2003年8月には、飯塚大トレース場で開催された GI ダイヤモンドレースを制覇、多場でのグレードレースを制し地元 GI 制覇が、フロックではなかったことを証明してみせた。その後も、着実に、川口のエースとしての道を歩み続け、川口で悲願の SG タイトル制覇を目指すこととなる。2004年9月に、 地元川口で開催された SG 第8回オートレースグランプリで和解は初日に落ち者、その際に損傷した競争者の修復整備中に右手をやけどする事故に遭う。水ぶくれした手で予選を乗り切り、どうにか準決勝を勝ち優勝先進出を決めたものの、当人も優勝は絶望的と考えていた。準決勝後、同期の長井大輔や北、渡瀬光が、 競争者の整備を手伝い、25期発の SG 制覇という夢を和解に託す。二人の協力もあって、競争者、燃えると金合は見違える動きを見せた。北渡瀬に、これで優勝できなかったら、引退しろと葉っぱをかけられ、和解は優勝戦に臨んだ。優勝戦は、半河きのブチ走路、得意とするコンディションであった。他の選手が南走路に苦しむ中、 若いは、走路上の乾ききっている部分を抑えるという絶妙な、ライディングを見せ、川口勢としては1995年の SG 第27回日本選手権の、福田茂以来9年ぶりの、そして、25期生初の SG タイトルを手にしたのである。ありがとうございます。